ですから宿題を増やすだけが勉強の教え方ではないでしょ。そんなやり方ですから子供たちもうまく授業を理解できていないんですよ。はい、すみません。もうすぐ授業が始まるので今日のところはこれでいいですが、生徒たちへの指導はもっと誠意を持って行ってください。いいですか？はい、すみませんでした。くそ、教頭先生め、私は間違っていないのに。うわー、ギリギリセーフ。遅いよヒロ、遅刻ギリギリだよ。まあまあ葵、間に合ったんだからいいじゃねえか。ヒロタン、いつもお寝坊さん。それよりも聞いた？今日もウサギの先生お休みなんだって。え、また恋の病だって。先生熱とか大丈夫かな？ね、熱はないんじゃないかな。あ、でも熱愛ではあるかもね。熱愛？ウサギの先生、今回の好きな人とはうまくいくといいな。お、待てよ、ってことは代わりの先生って。はい、ウサギの先生がしばらくお休みすることになったので、代わりに授業を受け持つことになりました。やっぱり。はい、それじゃまず昨日の宿題の提出から。いや、しまった、宿題やってね。君、宿題はどうしました？すみません、やるの忘れてました。またですか、まったく。ただでさえ教頭先生のせいでイライラしているのに、こいつは。いい加減にしてください。これで何回目ですか。すみませんでした。まったく、君はこれだから、いつまでたってもじー。おや、皆さん人が怒られてるの気になるものなんですね。じー。しかし何でしょう、これはちょっと気持ちいい。皆さん聞きましたか？この生徒、サルトビ君がまた宿題を忘れたそうですよ。ほんとダメダメですね。自分でもそう思いませんか、サルトビ君？はい、そう思います。でしょう、先生は間違ってないんです。ほほほほ、気持ちいい。みんなの前で怒るのがこんなに気持ちがいいなんて。先生、何もそんなみんなに聞こえるような言い方しなくても。何を言ってるんですか、犬馬くん。これはサルトビくんのことを思って言ってるんですよ。サルトビくんや他の子たちに立派な大人になってほしいからこそ、こうやってみんなに伝わるように言ってるんです。なんて、本当はこうやって失敗を人前で起こって恥をかかすのは気持ちいいからですね。みんなの前でわざと怒る先生に立ち向かえ。昨日は散々だったぜ。ヒロタ、みんなの前ですっごく怒られてたね。まあ宿題を忘れるヒロも悪いんだけど、みんなの前であんなに怒らなくてもね。はい、皆さん席についてください。今日はテストを返していきますよ。え、この前のテストが結構やばかったんだよな。が、その前に皆さん注目してください。今回のテストでなんとキジヌマくんは9点しか取れませんでした。え、みんなの前で点数言うの？どう思いますか、皆さん。小学生のテストで9点ですよ。信じられないおバカですよね。のほほほ。キジヌマくんはどう思ってるんですか？やった、この前のテストより2点も上がった。で、あのね、こんな点数で喜んでちゃダメですよ、キジヌマくん。いいですか、テストというものは自分を成長させるためにあるものなんですよ。でもトコタン、前よりいい点数取ってるよ、成長してるよ。そんなことより先生の話を最後まで聞きなさい。そもそも人の話を聞くということは。今度はトコタンがターゲットにされちまったみたいだな。いいですか、そんなんだからテストの点も取れないおバカさんになってしまうんですよ。だいたいいつも君は、だー、人前で説教するって気持ちいいですね。それからというもの、茂雄先生の説教はエスカレートしていった。皆さん聞いてください、サルトビ君が授業中にペン回しで遊んでいました。先生がみんなのことを思って授業しているというのに、サルトビ君はそんな先生の気持ちなんか考えずに遊んでる方が楽しいそうです。真面目に授業を聞いてるみんなをバカにしているようですね。皆さん聞いてください、キジヌマ君が自分が嫌いって理由だけでピーマンを残そうとしてます。
自分のわがままでこの給食を作ってくれた人、ピーマンを育ててくれた農家の方の思いを無視するそうです。キジ沼くんには思いやりってものがないようですね。皆さん聞いてください。皆さん皆さん皆さん、あれから何かあるたびにみんなの前でお説教される。ちょっとやりすぎだよね。クラスの雰囲気も悪くなってきちゃってるし、みんな次は自分がみんなの前でお説教されるんじゃないかってすっかりビビっちまってるぜ。トコちゃんもう疲れた。今の茂雄先生の怒り方って生徒のためっていうよりも自分のストレス解消のためって感じがするんだよね。せめて普通に怒ってくれたらいいのに。怒るのがいいことってどういうことだ。普通に怒られるのも嫌だぞ俺は。怒り方でも次は間違えないようにアドバイスしてくれたらヒロも成長するでしょ。そっか、確かにそういう怒り方だったら悪くないかもな。トコダン、何かいい発明品はないか。あの茂雄先生をギャフンと言わせるような。最近作ったのだったらこんなのがあるよ。マネマネくん1号。これは設定した人のモノマネをしてくれるんだ。またよくわからないものを作ったね。設定を茂雄先生にしてと。おやおや、サルトビくん、まだ宿題も終わってないのに遊んでるんですか。おお、そっくりだ。よし、これでバッチリだな。何がバッチリなの。だからこれをだな。これじゃただ茂雄先生が二人に増えただけじゃねえか。スイッチ入れる前に気づこうよ。トコタンもなんでこんなロボット持ってきたの。茂雄先生に怒られる前に先にマネマネくんに怒られちゃえばもう怒られることないでしょ。それじゃ2倍怒られることになるだけじゃん。ない、そんなことよりこれ止めてくれ。ってことを自宅で学習する時間であり、学生であるならば学校の外でまで怒られたくねえよ。あ、待ってよヒロ。おはよう葵。おはようヒロ、最近ちゃんと起きれてるみたいだね。あ、もうあんなネチネチ怒られたくねえもん。トコタンも。おばあちゃんどうした。ちょっと道に迷っちゃってね。この住所まで行きたいんだけどどう行っていいのやら。あ、この場所までならわかるぜ。おばあちゃんよかったら案内してあげるよ。ちょっと待ってよヒロ、そんなことしてたら学校遅刻しちゃうよ。そしたらまた茂雄先生に。確かに茂雄に怒られちゃうかもしれない。でも目の前に困ってる人がいるのに見過ごすなんて俺はヒーローとしてできない。ヒロ、さあおばあちゃん案内するぜ。ヒロたん行っちゃった。本当にお人よしなんだから。まあそこがヒロのいいところなんだけども。であるからしてこの式は掛け算と割り算を使って。すみません遅くなりました。サルトビくん遅刻ですよ。授業が始まってから学校に来るとは何事ですか。皆さん、サルトビくんは時間も守れないようですよ。先生、ヒロは道に迷ってるおばあさんを助けて遅刻しちゃったんです。だから今回は怒らないでやってください。ダメですよ稲間くん、友達をかばうためにそんな嘘つかなくても。嘘じゃありません、僕もその場にいました。トコタンも見てた。ヒロタンかっこよかったよ。二人とも。では稲間くんは遅刻はしてもいいと言っているわけですか。いや、そういうことでは。それにそんな知らないおばあさんより授業の方が大事に決まってるじゃないですか。困ってる他人なんて放っておけばいいんですよ。決められた時間に遅刻する、これは人として間違っているので怒られるべきことなんです。まったく時間も守れないなんて、そんなんじゃ立派な大人になんてなれないですね。ちょっと待ってください先生、確かに遅刻はいけないことです。でも自分が怒られることを承知で困っている人を助けることができる、それって立派なことじゃないんですか。ねえ、僕はヒロが立派な大人になれないなんて思いません。逆に先生みたいに他人を思いやれない人の方が立派じゃないと思います。私が立派じゃない。ねさっきから何かと先生に口答えしますね犬間くん。そうだ、それでしたら犬間くんも皆さんの前で怒ってあげます。やめなさい。誰ですか今いいところで。教頭。茂雄先生、これは一体どういうことですか。今朝田舎から出てきた私の母を助けてくれた小学生がここにいるって聞いてきてみれば。何ですかこの状況は。え、あの人教頭先生のお母さんだったの。廊下まで聞こえてましたよ。困ってる他人なんか放っておけ。どういう教育方針ですか。
それは、そう、知らなかったんですよ。まさかサルトビくんが人助けをして遅刻してただなんて。教頭先生、僕はちゃんと茂雄先生に伝えました。トコタンも。犬間くん、キジ沼くん。茂雄先生、あれほど生徒への指導は誠意を持ってと言っていたはずなのに、あなたという人は。違うんですよ教頭先生、今回はたまたまこういう怒り方をしただけで、普段はもっとちゃんとですね。嘘おっしゃい。昨日たまたま学校帰りに公園であなたの怒り方の真似をして笑いを取ってるロボットを見かけました。あ、そういえば昨日あの後マネマネくん1号って置いてけぼり。じゃああのロボットずっとあそこで茂雄先生のモノマネし続けてたってこと？おやおや、置いてけぼりですかね。あんな授業を行っているなんて、なんてひどい先生なんですか。職員会議にて問題として扱います。だいたいあなたはこの前も今度は茂雄先生がみんなの前で怒られてる。こうしてこれに懲りた茂雄先生はみんなの前でわざと怒るのをやめたのだった。